はい、皆さんどうもこんにちは、ひろしの隠れ家です。今日のひろしの隠れ家は、後ろにあるひろしのウイスキーコレクションをご紹介するウイスキーラバーシリーズになります。今日ご紹介するのはですね、こちら、じゃん、マリーボーン。こちらをですねご紹介したいなと思います。こちらはですね、ブレンデッドスコッチウイスキーになります。あ、こっちですね、表は。ではまず情報から。マリーボーンはスコットランドのホッター社が製造するブレンデッドスコッチウイスキーです。発売元のホッター社は1892年創業、スコットランドの北西部スカイ島の名蒸留所タリスカーのモルトをベースにブレンドされたスコッチウイスキーです。ラベルの下半分には創業者であるホッター氏自らの人生観を記した文章が書かれており、シンプルで派手ではないデザインながら印象深いラベルになっています。はい、ということでですね、こちらのマリーボーンのキーモルトはですね、なんとあの有名なねタリスカー、あちらがね使われているそうです。まあ、タリスカーといえばですね、アイランズモルトを代表するようなね個性の強いシングルモルトとなっていますね。そんなねタリスカーとグレーンウイスキーを、まあ、ブレンドしたブレンデッドスコッチウイスキーになります。まあ、タリスカーの他にも多分他のねモルト原種もブレンドはされているんでしょうけど、そちらの情報はね分かりませんでした。でこちらはですね、大体日本全国結構どこでも売っているのではないでしょうか。山形県ではいろいろな場所で見かけるので、まあ、全国的にも多分あるんじゃないかなとは思います。どうなんでしょうか。でこちらはですね、山形県の町の酒屋さんで購入させていただきました。値段はですね1000円ぐらいでしょうね。で容量は 700ml、 アルコール度数は40度になっています。そんなマリーボーンを早速ね飲んでいきたいなと思います。はい、それでは早速場所を変えてですね、こちらのマリーボーンを飲んでいきたいなと思います。蓋はですね、このようにスクリュータイプのキャップになってますね。注ぎます。おお、色味はですね、あ、なんか思ったよりも少し濃いめの琥珀色になってますね。いい色ですね。はい、それではまず香りからですね。おお、香りはね、なんかね、結構爽やかな香りですね。なんかレモンっぽい香りというか、ちょっと柑橘系の香りと、あとちょっとタオルっぽい香りがあってですね、あとスポーキーさも若干やっぱりあるかな。でもね、結構気持ちのいい香りですね。うん、いい香りです。ではいただきます。あー、美味しいですね。意外にね甘いですね。甘さがあって、なんだろう、グレーンウイスキー由来の甘さなのかな。でね、やっぱ若干ピートの感じもあって、スパイスっぽさもねちょっとこうあるんですよね。なんか、この辺はタリスカーのちょっと特徴があるのかなという感じの味わいですね。で苦味もね、ちょっと中盤ぐらいから程よくアクセントであって、まあ、甘さが目立つんですが、ちょっとねピートの癖や、まあ、スコッチ、本当に若干ですけども、こうスモーキーさとスパイスっぽさもあって、なかなかね面白い味わいですね。まあ、このぐらいの予算値段でね、これぐらいの味わいだったら全然いいんじゃないかなと思います。で結構グレーンがね強めだと思うので、口通りもこういいんですね。スーッと入りますね。いいですね。あ、いいですね。本当にマリーボーン初めて飲みましたけど美味しいです。タリスカーをねちょっと飲みながら比較するのも面白いかもしれないですね。でですね、こちらのマリーボーンなんですけども、重松貿易株式会社さんっていうところが輸入業者なんですけれども、その重松貿易さんのホームページを見てみると、オークダルで5年以上熟成したモルトはすっきりとしたラベルのデザインとは対照的に、ややパンチの効いたスモーキーさが特徴ですと書かれているんですね。まあ、確かに結構ね、まあそこまでスモーキーさがぐーっと前に出てるわけではないんですけども、スモーキーさはねこう感じるので、とてもね
あのいい具合のブレンデッドウイスキーだと思いますね。でオークダルで5年なんですね。まあ、だから、まあ、そこまでね、そのなんていうんですかね、パリスカーっぽい癖がこう前面には出てないのかもしれませんね。まあ、思ったより本当に、ね、飲みやすいジャンルのウイスキーだと思います。こちらのマリーボーンはとてもねバランスがいいと思います。本当にね、しかもこれ実売価格本当に1000円、もしかしたら切るんじゃないかなっていうところも多く見られるので、ね、で売っている場所もかなり多分全国つつ裏裏売っていると思うので、まあ、試しやすいウイスキーですよね。まあ、ちょっとウイスキーを飲みたいなという方に、まあ、若干癖のあるウイスキーを少しチャレンジしたいなという方はには向いてると思います。まあ、少しだけですけども、癖があるのは、癖があるけど飲みやすいというね、とてもね、あのウイスキー初心者にもすごくいいブレンデッドウイスキーなんじゃないかなと思います。ぜひね、皆さんもこのマリーボーン試してね、飲んでみてください。美味しいです。はい、ということですね。今日のヒロシの隠れ家はタリスカーガーキーモルト安ウイスキーマリーボーン、こちらをですねご紹介させていただきました。ではまた次回。